こんにちは、メアリのうちの子紹介です。今日はマドマーゼルローズバラを紹介したいと思います。2021年5月、先月になるんですけれど、スプリングコープさんをお迎えしました。うちには初めてのピンク髪だと思っていたのですが、ピンク髪のお話を聞いていくと、ブライスで一番最初に出たピンク髪がなんとマドマーゼルローズバラだったっていうことを知り、確かに少しピンクっぽい髪で可愛いなと思っていましたということに気づきました。今更ですが、もう多分私うちに来た時には2004年に発売された頃で、後編がちょっと進んでいたんじゃないかなと思います。ただ新品未使用品でうちに来た時はすごく本当に綺麗で、他の外に飾ってた子よりは後編はそこまで進んでいなかったんじゃないかなと。まだ好きになり始めて、うちに来たブライスが3体目だったもので、あまり私にはそういう感覚というか意識がありませんでした。もともとスペリオールの子をうちにお迎えするつもりはなかったんですが、なぜなら頭を解凍できないので、もし紐が切れてしまった場合、元に戻すことができないとか、眠り目にしたいとかカスタムしたいっていう時にできる自信がないから、スペリオールはやめようと思っていたんですが、ほぼほぼこの子は一目惚れでした。こんな美しい子はどうしても欲しいと思ってオークションで手に入れました。うちに来た当初もこの箱を見ていただくと分かるんですが、開くと扉になっていて中がこう見えます。花になっていて中が見えるようになっていました。このように美しくって箱からしばらく出すことができませんでした。未だに中のものも取っていないのはなぜかというと、この箱を傷つけたくないから、それだけの理由です。もうそろそろ中身を出してあげて、こう劣化具合とかも見てみたいなと思っているのですが、まだちょっと踏み切れていないです。全部ここに入りっぱなしです、ね、鎖の部分とかが劣化するっていう話を聞いたので、本当は早めに出してみてあげたいなとは思うのですが、なんとなくもったいなくて未だに箱に入ったままです。そして大抵の箱は捨ててしまうんですが、この箱はやっぱりもったいなくて捨てられないでいます。この頃のドールすごいなと思うのが、ちょっと伸ばせると、この下着なんですが、レースがついてる上に後ろちゃんと開けるようになってます。今の子はみんな切りっぱなしの伸びるパンツになっているのが多くて、下着が響かないという意味でいいのかもしれないですが、こういう可愛らしさというか楽しみがなくなってしまったのが残念です。この頃のドールの下着は本当に綺麗で、お値段からしてもすごく得感が漂ってたんじゃないかなと思ったりします。家に来た時にもうすでにこの連結のところがサビが出ていたのがすごい残念でした。でも切れないように扱ってあげればいいのかなと思って、紐がね黄色くなっちゃってるんであれなんですが、アイチェンジもしっかりできるので、引っ張らないようにして大事にしてあげたいなと思います。
に引っ越してきました。サラ先生はちょっと人気がありまして、スザンヌが管理人室に住んでいるんですが、スザンヌとエレナとフーちゃんとラブちゃんの4人がよく先生のうちに宿題を見てもらいに遊びに行っています。まあ、ちょっと迷惑しています。そんな感じでいつも賑やかなアパルトマンで楽しく中学校の先生をやっています。以上、メアリのうちの子紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、またね。